りの母チャンネルへようこそ。毎年日本で行われる日本カーオブザイヤー2020-2021日本カーオブザイヤーでは10台中半分の5台が輸入車という日本車にとっては屈辱的な結果となりました。しかし自動車大国アメリカの人気サイトザ・ SUV ・ギークでは消費者レポートと US ニュースの評価に基づき$25,000約270万円から$35,000約378万円の間でコンパクト SUV のトップ7を公開。7台中6台が日本車という結果で SUV の本場で日本車がいかに高く評価されているか証明されました。それでは7位から1位までの車をご紹介したいと思います。第7位フォルクスワーゲンティグアン。販売価格$22,245約240万円から$39,095約422万円。2021モデルのティグアンは消費者レポートでスコア65。ニュースレート総合評価 7.9 を獲得。2代目となるティグアンはオプションの3列目シートとゆったりとした2列目シートを搭載。トランスミッションはスムーズであり、室内はこのクラスでは最も静かな印象です。第2世代となるティグアンはコンパクト SUV クラスとしては最大の大きさを誇ります。184馬力2リッターターボチャージャー4気筒エンジンはとてもレスポンスに優れています。フォルクスワーゲンティグアンは多くの高度な安全性を備えています。前方衝突警告などの2020年モデルの標準機能はもとより、歩行者検知機構を備えた自動緊急ブレーキを備えています。第6位日産ローグ。日本名エクストレイル。販売価格$25,650約278万円から$36,830約397万円。消費者レポートではまだ評価結果が出ていませんが、 US ニュースでは10点満点中 8.1 点を獲得しています。日産2021モデルのローグは新設計のプラットフォームを採用、すべての面でグレードアップしています。またスタイリングの良さも新型ローグの魅力です。ボディデザインはオリジナリティがあり、またインテリア使い勝手が良く洗練されています。この再設計されたクラスオーバー SUV は人気のクラスの中でも優れたインテリアを持っています。この人気 SUV は 2.5 リッター4気筒エンジンを採用、高度な安全機能を搭載しています。標準設定される日産の先進運転支援システム ADAS 日産セーフティシールド360はとても優れています。この技術には歩行者感知機能付きの自動緊急ブレーキが含まれます。またブラインドスポット警告はドライバーの死角に入った車両を車線変更の際などに警告、車線逸脱警告はウインカーを出さないで車線変更しようとした場合ドライバーに警告、ハイビームアシストは前方の車両を検出しヘッドライトのロービームとハイビームを自動で切り替えます。第5位トヨタ、トヨタラブ4。販売価格$26,150約282万円から$36,830約401万円。トヨタ、トヨタラブ4、2021モデルは総合スコア69を獲得。消費者レポートでは10点中8点を獲得。1990年代の半ばに
トヨタが開拓した乗用車ベースの小型 SUV 市場。そしてトヨタはこのクラスに高い基準を設定し続けています。次世代となるトヨタラブ4のデザインをトヨタは変更しました。以前のモデルに比べ幅は広く全長は短めになっています。悲しいことにそのデザインは後部座席と荷室にしわ寄せが来ており若干狭くなっています。エンジンは203馬力のハイパワーで8速トランスミッションとマッチしています。ガソリンモデルは60マイル時速 97km までの加速は 8.3 秒と速く、このクラスで終速を誇っていますが、エンジンノイズが大きくシフトチェンジがスムーズでないのが問題です。それに対しハイブリッドモデルは燃費も良くとても静かな印象です。またハイブリッドモデルは力強い発進加速を実現しています。第4位、レクサス UX。 このコンパクト SUV は81点の総合スコアを獲得しました。消費者レポートと US ニュースで 7.3 点を獲得した AWD の UX250H ハイブリッド。ただしシリーズの UX200 については FF モデルのみになります。ハイブリッドモデル UX250H のインテリアは非常に繊細で、高品質の素材を使用したシートはとても快適です。エキサイティングなドライブフィーリングではありませんが、標準的な安全機能を備えた信頼性の高い UX200 はサンルーフ付きモデルでも$35,000、約380万円以下で購入することができます。第3位、ホンダ CR-V。 販売価格$25,350、約274万円から$36,350、約392万円。アメリカで最も売れているコンパクト SUV は、外観から想像するより大人5人が十分にくつろげる室内の広さを持っています。ホンダ CR-V は総合スコアで82を獲得しました。消費者レポートによれば10人中 8.7 人が 1500cc ターボエンジンを気に入っているようです。燃費は WLTC モードでガソリン車が FF リッター 14.2km、 4WD リッター 13.6km、 ハイブリッド車が FF リッター 21.2km、4WD リッター 20.2km になります。 Apple CarPlay 対応ですが、 Android Auto は非対応となっています。 Honda CR-V はモデルチェンジ後ロードノイズが大幅に低減され、 CVT とエンジンの組み合わせは元気な加速でバランスが取れています。また優れた燃費と高品質、前方衝突警告と自動緊急ブレーキが全車に標準装備されています。残念ながらタッチスクリーンシステムの使い勝手はあまり良くありません。第2位、マツダ CX-5。 販売価格$25,270、約273万円から$37,405、約404万円。静寂性が向上し、改善された乗り心地と高品質のインテリアを持った優れたコンパクト SUV の一つです。消費者レポートと US ニュースの双方が2021年モデルのマツダ CX-5 を高く評価しています。消費者レポートで 83、 US ニュースでは 8.5 の評価を獲得しています。サイドミラーの死角にいる車の存在を警告するブラインドスポットモニタリング、前方衝突警告と自動緊急ブレーキ、 CX-5 の 2.5 リッター4気筒エンジンと6速オートマチックトランスミッションはドライバーに対し従順な応答性と運転のしやすさを両立させています。
より大きくなったタッチスクリーンは Android Auto と Apple CarPlay が標準装備されました。パワーリフトゲート、コーナリング性能とオフロード走破性を両立する高効率な AWD システム、タイヤの回転速度や G センサーなどの情報をもとに路面のグリップ状況に合わせて前後の駆動トルク配分を最適化、さらに険しい悪路でも高い走破性を実現するオフロードトラクションアシストを搭載、悪路からのスムースな脱出をサポートするなど高いオフロード走破性を実現しています。第1位、スバルフォレスター。フォレスターはコンパクト SUV の中で最も快適なパッケージングを持った車です。しなやかな乗り心地と応答性に優れたハンドリング、フォレスターは US ニュースでは10点満点中 7.7 点ですが、2021年の消費者レポートでナンバーワンを獲得したコンパクト SUV、 販売価格 24,795 ドル、約268万円から34,895 ドル、約377万円。フォレスターの日本仕様は 2000cc ハイブリッドモデル 145PS プラスモーター 13.6PS とガソリン 1800cc 直噴ターボ DTI モデル 177PS の2つ、 CVT 無段階変速機と組み合わされたエンジンは十分なパワーを備えています。 WLTC モード燃費はハイブリッドモデルがリッター 14km、 1.8 ターボモデルがリッターあたり 13.6km です。アイサイトなどの安全装備も充実しており、衝突警報と自動緊急ブレーキ、歩行者検知機構も標準装備しています。このクラスのほとんどのモデルが FF または AWD を購入時に選択するのとは異なり、フォレスターは全てのグレードで AWD を標準装備しています。またフォレスターは本格的なオフロード車として22cmの最低地上高、ヒルディセントコントロールや X モードトラクションなどの機能を装備しています。それによりあなたは天候や道路状況に左右されることなく安心してドライブすることができます。自動車大国アメリカではコンパクト SUV クラスベスト7で7台中6台が日本車という快挙を達成しました。しかし、冒頭でお伝えした通り、2020-2021日本カーオブザイヤーでは、10台中、半分の5台が輸入車。2019年の日本市場における輸入車のシェアは、わずか 6.0%。残念ながら、日本カーオブザイヤーは、日本人が車を購入する際の、目安とは言えないものになっているようですね。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録・高評価をいただければとても励みになります。どうぞよろしくお願いします。